気だ。英子訓練学校に進む前に、ゆい、あなたに言い含めておきたいことがあります。あなた自身もう十分思い知っていると思うけれど、世間には高村が分不相応な価格を得ていると腐す声があります。はい、母様、存じています。先代が賜った普代への価格替えは、武勲にあらざる異例の格上げとして武家社会に多くの怨嗟と圧力を生みました。先々代とご隠居様、当様が若い頃には、普代と戸様の双方からそれはひどい仕打ちを受けたそうです。ですが時を経て、一度は静まりかけた怨嗟の炎に再び油を注いだのが、御石家の一つ、高塚さんの分家審判、大鳥家との縁組です。皇帝陛下の国事全権代行たる征夷大将軍を持ち回りで輩出する武家の頂点、それが御石家です。その一翼である高塚家が取りなした縁組とはいえ、価格的には相当な隔たりがある高村に、御石家直系の大鳥から娘が嫁ぐことは、世間の耳目を集めるには十分でした。高村家の野望、あからさまな政略結婚などと邪推した芸能マスコミ、その方に煽られた大衆、価格買いを根に持つ諸武家からの風当たりは相当なものでした。その影響は幼少のあなたにもさまざまな形で影を落としました。武家に生まれなければ、そのような理不尽に耐えなくとも生きていけたでしょう。ですが、不憫に思えど負わせた宿命を詫びようとは思いません。あなたもまた誇りある高村の女なのですから。そして次期当主とせんされたからには、かかる使命から逃げることは決して許されません。はい、母様、万事心得ています。この先あなたの進む道には、これまで以上にさまざまな苦難が待ち受けています。そしてその真紅をあなたはたった一人で打ち破らねばならないのです。はい。そのような時は堂々とお行きなさい。高村の誇りを胸に、
聖堂を進むのです。高村の聖堂。そうです、高村家代々の教示、意をかざすべからず、黙してなすのみをもってそう示すなり。意をかざすべからず、黙してなすのみをもってそう示すなり。高村家代々の当主はいかなる義なき誹謗卑劣な中傷にさらされようとも、決して言や武をもってこうせず、ただ黙して武具ごしらえの道を貫き、ただひたすら法と訓を重ねるのみで価格相応の信を勝ち取り続けてきたのです。はい。あなたがこれから行く道は、あなた自身が高村の矜持で踏み固めて行くのですよ。はい、母様。山百合英士訓練学校は近衛の俊英が集う名門。譜代武家高村の一挙手一投足、常に注視されていると知りなさい。高村の聖堂、意をかざすべからず、黙してなすのみをもってそう示すなり。山城家って言えばお金持ちっていうか、事業なんかでかなり手広くやって成功してるイメージだけど。たまにニュースで見るけど、新興財閥系武家とか言われてるし、あれって完全に皮肉じゃない？武も名誉も富もある、だけど価格だけがない。だから由緒ある譜代武家のお嬢には思うところがある。山城家は武に長じた家柄でもあるよ。将官や英士をたくさん出してて、戸様の中では上位を争うほどだし。その人ってユイの憧れなんだね。Thank you.
ば、よくお風呂をご一緒させていただいたな。ユイ、あなたがもっと大きくなったとき、あなたが立つ位置が新たな視界を与え、違った世界を見せてくれるはずよ。寮のお風呂もいいけれど、やっぱりここは落ち着くわね。高村の京屋敷、ほんと久しぶりだわ。あの京子様。なに？あの、ゆいは京子様にお聞きしたいことがあるんです。どうしたのよ、ゆい、そんなに改まって。なぜ京子様はこんな私にいつも優しくしてくださるのですか？え？こうして一緒に弱みをさせていただくなんて恐れ多いというか。何を言っているのかしら。機会があるたびに小さい頃から一緒に入ってるじゃない。忘れたの？あ、いえ、そうなんですけど、前は子供だったので無邪気に甘えてしまい。まあ寂しい。ユイはもう大人になってしまったのね。いや、あの、私は京子様のような高貴な身分の方に親しくしていただける理由がないので。そう、ユイもそういうことを気にしなければならない年になったのね。京子様。いいわ、教えてあげる。私がユイを可愛がる理由。はい。それはね、私が小さい頃からあなたのお母様によくしていただいているからよ。それだけですか？そうね、細かく挙げていけば、あなたが好きだからとかいろいろあるけれど、大元の理由はそれよ。でも京子様、そんなことで私を。人というのはね、ユイ、目上の方から受けた恩はこうやってお返しするものなのよ。でも受けたご恩はその方に。それができたら本当に幸せなことね。目上の方に恩をお返しできるのはその方を超えた時だけなのだから。ん？人は歩みを止めないわ。だから恩を受けた方にそれをお返しすることはとても難しいの。うん。そして多くの場合、お返しできる機会を待ってはいただけない。だからどなたからか恩を受けたら別の方にお返しするの。そうすると大切な方からいただいた恩が大きく広がっていくでしょ。はい。人の絆はね、そうやって紡がれるのよ。お友達にはそう教えて差し上げなさい。私との関わりでお友達に何か言われたのでしょ？私なんかに高塚家の京子様がお会いになるわけないって。ああ、本当は父様のくせにって。
嘘つきの家の子なんか京子様が優しくするわけないって嘘つきの家の子はやっぱり嘘つきだって誰も信じてくれなくって、だから京子様が優しくしてくださる理由が分かれば私はみんなに おバカさんね、何も気にすることないのに。センナ様とユイ、そして私は血がつながっているのよ。お友達であろうと価格であろうと、私たちを遠ざけることなんてできないわ。なぜ？うん？父様は、なぜ何も言わないのでしょう？なぜ、言われのないことでけなされてるのに、何も言い返さないのでしょう？母様は、その新郎と私を産んでくださったことで、お体を壊されて、二度と赤ちゃんを授かれなくなったと。カメラが間違ってないなら、それを伝えなければ、誰も分かってくれません。そうね。何かを今以上に多くのものを得たいなら、やるべきことを選ぶのはとても大切だわ。でもね、ユイ、今以上に多くのものを背負ったら、やらないものを選ぶことがとても大切になるの。やらないものを選ぶ？あなたのお父様は、正忠様は、とても立派なご当主よ。そして、センナ様はとても気高く、強い方よ。センナ様はね、高村家に嫁いだ時に、ご生家である大鳥を捨てたの。名門大鳥家の末姫ではなく、正忠様の妻室として、高村の女として生きておいでなのよ。世間が向けるさもしい憐憫や同情を一顧だにせず、ただひたすら高村家のために生きておいでなの。母様。そして正忠様は、千奈様の思いに全身全霊を捧げてお答えになられたの。センナ様が高村家にもたらした宝、正忠様がただ一つの拠り所という名を託したユイ、あなたを。ただ一つの拠り所。あまたのしがらみを振り切って高村家の次期当主に据えたこと、それこそが一番大きな答え、あなたと千奈様をお守りになられた証なの。昔と違って、今は女であっても高い地位を得られるようになったわ。でも、武家の当主は話が別。厳然とした男の論理で構築された武家社会で、女を次期当主に据える行いが、どれほどの抵抗と障壁の克服を要するか。正忠様と千奈様が成した真偽の重さが身に染みてわかるの。私もあなたと同じ道をたどっているから。京子様。
ユイ、あなたのお父様は、何があろうと、どんなことがあろうと、たとえ、抗えない大きな力に、運命をねじ曲げられたとしても、ご自身に連なる者のため、滅私に徹し、高村家の矜持を貫いていらっしゃるのよ。ただひたすら黙して努め、行動と結果をもって訴え、誹謗中傷を圧する勲功と信頼を得ることで、口さがない者たちを黙らせている。誰の面目も、高村を貶めた者たちのものですら潰さずに。父様。ユイ、あなたがもっと大きくなったとき、あなたが立つ位置が新たな視界を与え、違った世界を見せてくれるはずよ。嬉しいこと、楽しいこと、悲しいこと、辛いこと、すべて見せてくれる。でもそれは、とても素晴らしいことなの。京子様。今はわからなくてもいいわ。でも、覚えていて。はい。その時あなたは知るはずだから。あなたのお父様とお母様が、どれだけ素晴らしい人なのかを。正忠様と千奈様に、あなたがどれだけ愛されているのかを。でも、京子様。ん？ゆいは、もう知っています。父様と母様がどれだけ素晴らしくて、どれだけゆいを愛してくれているかも。ごめんなさい。そうだったわね。今はわからなくてもいいわ。でも、覚えていて。その時あなたは知るはずだから。あなたのお父様とお母様が、どれだけ素晴らしい人なのかを。正忠様と千奈様に、あなたがどれだけ愛されているのかを。Thank you.